どうも、エンジョイユウスケです。はい、というわけで、アグノム、招待が来ました。やっていきたいと思います。でですね、昨日なんですけども、マキアンさんですね、はい。ポケモン GO YouTuber のマキアンさんがですね、こう、エムリットレイドを、こう、やりながら、他のポケモン GO YouTuber の、との関係を暴露するみたいな、そういう動画を出してたんですね。で、そこでちょっと自分も触れられておりまして、僕はなんかよく対戦するんで、ユースケさんとよく対戦しますみたいな、そういうことをおっしゃられていたので、ですので、ちょっと勝手にね、そのマキアンさんの動画に対するアンサー動画ということで、ちょっと、ちょうどね、アグノムの招待いただけたということなので、アグノムのレイドをやりながら、僕も、他のポケモン GO YouTuber さんとの関係を暴露していきたいと思います。まあ、NG 出たらこの動画消される可能性あるんで、皆さんね、今のうちに見といた方がいいですよ、この動画ね。うん。じゃあ、まず、マキアンさんとの、関係から説明しますかね。マキアンさんなんですけども、きっかけはですね、まあ、PVP の YouTuber として有名で、かつ、ミンポケさんのライターさんをやっている、ハイドさんですね。ハイドさんが、PVP の塾の企画をやる、ハイド塾企画っていうのをやられていたんですね。で、それで、マキアンさんはそのハイド塾企画の生徒として募集されていたんですよね。で、僕はレジェンドにその時行っていたので、僕は講師役として応募したんですよ。で、たまたま同じクラスになって、僕が講師でマキアンさんが生徒みたいな、そういう関係で、マキアンさんとちょっと仲良くさせていただいているっていう、そういう関係になったんですよね。なので、その PVP 塾、ハイド塾には本当感謝ですね。もうハイド、企画してくださったハイドさんには本当感謝です。ね。まあ、マキアンさんとは、まあ、マキアンさん YouTuber として先輩なんでね、うん。まあ、そのマキアンさんと、まあ、こう一緒に PVP できるっていうのはね、PVP 塾で切磋琢磨できるっていうのはもう本当に自分にとってはありがたいことで、それがマキアンさんとの関係ですね。それから他の人も喋るか。まあ僕と言ったらまあ多分一番仲良い YouTuber はアックンになるのかな。でもね、アックンはね、僕の中でなんか YouTuber つう感じじゃないんだよな。なんでかっていうと我々もともと友達なんで、じゃあなんかアックンは俺の中では YouTuber 仲間というより単純に友達っていうそういう感じですね。もう普通に多分アックンが YouTube をやり始める前から僕は彼のことを知っていたので、これも何度もお話ししてるとは思うんですけども、横須賀イベントですね、2018年の横須賀イベントでそのアックンと知り合ったっていう感じだったので、そっからの縁ですね。で、それからそのアックンの友達であるタイキックスくんですね。タイちゃんですね。まあ、タイちゃんとも、ありがたいことに仲良くさせていただいております。でもタイちゃんもなんか、でもね、タイちゃんは、僕結構あれなんですよ。ポケモン GO の初期の時、彼を普通に、あれですからね、彼の視聴者として、彼のファンとして普通に動画見てましたからね。うん。なんだっけな、確かなんか、アンノーンを取りに行く動画かなんかやってましたよね。彼ね。うん。だからまあそんな彼とまあ今こうしてなんつうかなんか時々帰りまてんやったりとかしてね、こう仲良くさせていただいてるっていうのはちょっと感慨深いものがありますよね。それからですね、あと仲いいのはアリピカさんですね。はい、ちょっと今 YouTube やんなくなっちゃったんですけど、アリピカさんとも仲いいですね。もともとアリピカさんはあっくんチャンネルの視聴者さんだったのかな、確か。うん、でそれで多分僕も多分知っていて、僕のことを知っていて、で、それで、なんか僕がアリピカさんの配信に遊びに行ったら、なんかアリピカさんが、ユウスケさんが来てくれた、うひゃーみたいな感じで、狂気乱舞して、で、それで二人でなんかコラボ企画とかやって、そこから仲良くなったっていう感じですね。でも僕の中でもアリピカさんはどちらかといえば、なんか友人ですね。あ、倒れた。これ三人だったんですよね、三人。地味に三人だったんですけど、アグルモさん、そんな、やばいんで、ちゃんと倒れましたね。じゃあ、色違いかどうか、見ていきましょうか。シビアよくわかんないっす。色違いだったらいいな。色違いだったらいいんですけどね。どうすかね。ああ、通常でしたね。はい。ちなみに、こう画面暗くして、こうなんか、画面直撮りで、こう収録してるのは完全にマキアンさんに対するパロディーです。だからこれはもうマキアンさんに対するこうパロディー動画ですね。で、あと、あれだ、ちょっとゲットしながら、ちょっと YouTuber のちょっと待って、これちょっとあれだな。難しいな。あれだと今右手にカメラ持って左手でゲットするっていう感じでやってるんですけど、ちょっと難しいですね。まあ、挑戦してみますわ。よっ。オッケーオッケー。
で、あとあれですね、僕と仲良くさせていただいているのは、ヒコボンさんですね。はい、ヒコボンさん。もともとね、僕ヒコボンさんの動画が大好きで、まあよく見ていたんで、あ、ちょっと難しいな、これちょっとカメラ持ってて変えよう。ちょっとこれ、悠長してると死ぬ。よし、これで大丈夫かな。もともとですね、僕はヒコボンさんの動画が、すごい大好きで、まあ一ファンだったわけですよ。ね。ところがですね、そのヒコボンさんとですね、確か岩手ですね、岩手。2019年の岩手イベントでたまたまお会いいたしまして、そこから仲良くなったって感じですね。で、二人でね、川越でレイドアワーしたりとかね、して、川越の、なんか三ツ矢製麺堂っていうとこがあるんですけど、三ツ矢製麺堂っていうつけ麺屋さんがあるんですけど、そこでね、ヒコボンさんとね、ヒコボンさんにご馳走になってね。あとはあれですね、日高屋ですね。はい。日高屋、ヒコボンさんの、ところに行くときは、日高屋をご馳走になっています。本当にお世話になっている YouTuber さんですね。毎回ね、ヒコボンさんとはね、伝説のお二人討伐とかをやっているので、皆さんもぜひチェックしてみてください。アグノモを取りたい。アグノモを取りたい。で、あと紹介したい人、あとはケンちゃんですね、ケンちゃん。ケンちゃんっていう YouTuber がいまして、気まぐれケンチャンネルっていう、そういうチャンネルをやられてるんですけども、ケンちゃんはもうもともと多分、あっくんチャンネルのリスナーさんだったんですよね。それで多分僕のことを知っていたと思うんですけども、なんかいつの間にか仲良くなってましたよね。よくわかんないけどね。なんかよくわかんないけど、いつの間にか仲良くなってましたね。で、その、ケンちゃんもですね、まあ、伝説ってあれじゃないですか。毎回、その二人で討伐できるわけじゃないじゃないですか。だから二人で討伐できないときは、ケンちゃんに助けを求めるという感じで、で、それで、このヒコボンさんとの、最小討伐企画に、最近は、ヒコボンさんもケンちゃんも参加してもらってるという感じですので、ですので皆さん、ケンちゃん、ぜひお見知りおきをお願いいたします。本当に面白いおっさんなんですよ。で、あと、誰だ？あとはですね、てか、捕まんないな、マジ。これやばいな。あと何球？これ結構やばいんですけど。あ、これ取れるよ。よっしゃ、取れた。危ない。これね、マキアンさんの動画は、なぜか、逃げられるっていうオチだったんですけど、僕普通に取れましたね。取れたんでよかったです。で、個体値は、ダン。あ、まあいいや。アグノムもね、これでね、無事、もう一匹、日本に、密輸することに成功いたしました。じゃあ、もう一戦あるみたいなんで、それもちょっとやっていきたいかなと思います。はい、じゃあ、ありがたいことにもう一戦、ご招待いただけるということなので、参戦していきたいと思います。色違い欲しいな、色違い。まあ、また多分3人だと思うんですけど、まあ、なんとかなるでしょう。まあ、3人で倒せるからね。まあ、余裕でしょう。はい。ちゃんとスワイプして、パーティースワイプしてね。オッケー、万全ですよ。ダークライ軍団で万全ですよ。で、あと、お話しした YouTuber ですね。僕ね、Go バトルリーグの配信とかするじゃないですか。結構 Go バトルリーグの配信者ともですね、連絡を取り合ったりとかしていて、最初になんか Go バトルリーグの、あと一人入ってくれた。やった。最初に Go バトルリーグの人に話しかけたのは、連絡したのは僕、ココマルさんですね。はい。ココマル先生です。僕がね、ちょっとね、パーティーで悩んでいた時に、ココマル先生のパーティーをパクらさせていただきまして、そんで立ち回りをいろいろ聞いたりとか、してました。まあ、直接お会いしたことはないんですけども、まあ結構ツイッターとかで仲良くさせていただいているという感じですね。それからですね、ユアフィンさんという方ですね。ユアフィンさんという、YouTuber さんも、仲良くさせていただいておりまして、フレンドさんなんですよ、ユアフィンさん。僕のレイドアワー企画にユアフィンさんがね、参加してきてくれたことがきっかけで、ユアフィンさんとは、フレンドになれたと。いう感じですね。ユアフィンさんという方、PVP の動画を上げている方ですので、皆さんぜひ、チェックしてみてください。ちなみにこれ、話している YouTuber さん全部概要欄にリンク貼ってあるんで、僕が話している YouTuber さん全部概要欄にリンク貼ってありますので、皆さん、絶対チェックしてください。よろしくお願いいたします。で、あとはですね、PVP 界隈だと、あれですね、マオさんですね、マオさん。まあ、特別進行があるってわけじゃないんですけども、ただ、マオさんと僕の配信時間が被ってるんですよね。マオさんがだいたい夜9時からやられているので、僕も夜9時からゴーバトルリーグ配信をやることが多いので、なので、直接当たるんですよ。ゴーバトルリーグでマオさんとお互いの配信中に直接当たるってことが、今まで2回ありまして、2回も直接対決があったんですよ、マオさんとね。
で、成績は1勝1敗という感じなんで、まあ、次もし当たったらそれが、まあ、最終決戦になるっていう感じですね。それから配信中に当たった YouTuber さんとしては、あと、ミオツクシさんですね。はい。ミオツクシさんも配信、お互いの配信中に、ゴバトルリーグで当たりました。ミオツクシさんのレジェンドチャレンジ配信で僕当たったんですよ。で、その時に、本当に際どい勝負で、本当に際どい勝負で最後僕がギリギリ勝ったんですよね。だから、こう、ミオツキさんのレジェンドチャレンジをいい感じに、こう、ストッパーになったというか、感じでしたね。でも強い人に勝てたんでね、普通に嬉しかったです。それからですね、まあ、対戦した YouTuber さんとしては、生き物図鑑のアナゴさんですね、はい。まあ、生き物図鑑という、YouTuber さん、YouTube の、まあ、YouTube ユニットになるのかな、うん。そちらの、アナゴさんという方と当たりまして、アナゴさんは、リーダーボード上位にも乗る、本当にすごい人なんで、で、生き物図鑑さんの動画は本当にわかりやすいんで、てか、すごい詳しいんで、ぜひ皆さん、PVP を強くなりたい方は、生き物図鑑さんの動画を見ていただければと思います。ちなみに対戦は僕が何もさせてもらえず、ボコボコに、負けました。という感じですね。あと、最近仲良くさせていただいている YouTuber さんとしては、モフコさんですね、モフコさん。モフコポケモン GO チャンネルっていう名前だったかな、やってるんですけども、そのモフコさんというちょっと女性の方がいまして、ちょっとね、ツイッターでね、彼女が、凹んでる時に僕が、凹んでる時っていうのは、レジェンドなかなかいけなくて凹んでる時に僕が、諦めなければレジェンドに絶対いけるみたいな感じで励ましたんですよね。それがきっかけで、仲良くさせていただいたっていう感じですね。まあ、今度できればコラボとかもね、できたら面白いかなとは思っているんですよね。モフコさん、あとちょっとでね、チャンネル登録者1000人いくんでね、ぜひ皆さん、モフコ、チャンネルさん登録してあげてください。色違いであったらいいな。あ、そんなわけなかったね。ちょっと待って。しっかり撮ろうか。しっかり撮ろうか。さっきだいぶ危なかったからね。しっかり撮ろうか。うん。これちょっと、マキアンさんみたいにちょっと握られたらね、ちょっと元も子もないですからね。ちょっと体勢整えて。体勢整えて。これで大丈夫かな。いや、これマキアンさんどう撮ってんだろう、いつも。マキアンさんの撮影方法すげえ大変だと思うんだけどな。そんな感じで。じゃあ、チャレンジやっていきたいと思います。よ。ああ、危ない。危ない。とりあえず当たったからよかったな。うん。あとね、仲良くさせていただいている YouTuber さんとしてはね、はるチャンネルさんですね。はるチャンネルさん。まあ、はるかさんという方が、いるんですけども、その方がやっている、はるチャンネルという、チャンネルがございまして、はるかさんとはですね、横浜のイベントかな ?2019 年の横浜のイベントで一緒になりまして、そこで、ご飯一緒にさせていただいたんですけども、それからちょっと仲良くさせていただいているという感じですので、はるチャンネルも、もしよろしければ、皆さんぜひ見てあげてください。ちょっと、結構ね、まったりとポケモン GO をやられている方ですので、癒されると思います。それからですね、あと、ポケモン GO クラブさんですね。はい。ポケモン GO クラブさんっていう、チャンネルがありまして、まあ、千尋さんっていう方が、まあ、主なんですけども、その千尋さんという方もですね、まあ、その、はるかさんとすごい仲いい方なんですけども、その千尋さんという方とも、仲良くさせていただいております。よくはね、僕配信遊びに行ったり、あとツイキャスとかね、覗きに行ったりとか、しているっていう、そういう感じですね。はい。それからですね、あと結構意外と思われるかもしれないんですけども、僕実はシノゲームズさんですね。シノさんですね。と、実はフレンドさんなんですよ。一回、ちょっと彼女とお会いする機会がありまして、そこでフレンド交換したんですけども、まあ、そこからずっとフレンド関係が継続しているという感じですね。シーズン8のレジェンドチャレンジすごかったですよね。涙のレジェンドチャレンジでしたからね。ほんとよく、過酷な環境の中で、シノオさんはレジェンドに行かれましたよね。本当にすごいと思います。それからなんか最近 TikTok 動画みたいな感じでやられていて、それも結構面白いですよね。それからですね、あとはですね、Twitter でよく仲良くさせていただいている YouTuber さんとしては、レバさんですね。実家アカデミーという、チャンネルをやられているレバさんという方がいるんですけども、あ、取れた。マキアンさんみたいにならなくてよかったよ。レバさんという方がいるんですけども、まあ皆さんご存知だと思うんですけども、よく仲良くさせていただいております。やはりYouTuber に関する分析がね、すごい、もう特化しているので、まあお世話になっているという感じですね。で、あと3人ほどね、紹介したい YouTuber さんがいますね。まず、パパルチャンネルさんですね。はい、パパルさんという方なんですけども、この方ですね、すごい面白い動画を出しておりまして、色違いマスクのピカチュウを、あれじゃないですか、マスクのピカチュウ、レジェンドに行くともらえるじゃないですか、その色違いマスクのピカチュウをですね、なんとコダックを使ったパーティーで撮りに行くという、コダック
ックを使ってマスピカチャレンジをして色違いピカチュウをゲットするっていうすげえ面白い動画出してましたね。あとはなんか CP500 以下でロケット団リーダー倒すとかそういう縛り系の動画も結構出されてる方で、僕はパパルさん普通に好きですね。そしてね、あと最近あんま活動してないんですけども、ギアタニくんですね。ギアタニくん、まあギアタニくんっていう YouTuber さんが昔いまして、結構ねあの体当たり企画をやってる人なんですよね。僕やらされたのは目隠しマンホールってやつですね。あのポケフタあるじゃないですか、ポケフタ。ポケモンのマンホール。で、宮城にラプラスのマンホールがあるんですけども、そのマンホールをですね、目隠しで手で触って何のポケモンが書かれているか当てようっていう、そういうあの、むちゃくちゃなゲームをやらされたりとかしていました、ギアタニくんですね。今やパパになりました、ギアタニくんはですね。まあ、とりあえず元気にやっております。それからですね、あと、ゆかすかぽんさんですね、はい。ゆかすかぽんさんという方もね、まあ、仲良くさせて、いただいておりまして、まあ、最近動画上げられていないんですけども、まあ、結構ポケモン GO の動画を上げたりしてました。最後にあったのが、確か、去年、元気のかけらにと言った時かな。もう、でも1年ぐらい会ってないわ。コロナで。でもまあね、仲良くさせていただいて、いる YouTuber さんです。あくまでも僕が勝手に紹介しているものですので、ですので、誰かから NG が来たらこの動画は公開停止します。でも、まあ、悪く言ってないんで大丈夫でしょう。そんなね、他の YouTuber さんの暴露したりとかね、そういう、まあ、フライデー的な、文春法的なね、ことはね、一切やっておりませんので、ですので、おそらく大丈夫かと思います。じゃあ、そんな感じで、なんか、グダグダな動画でしたけども、お付き合いいただきましてありがとうございました。それから、招待いただいた、海外のフレンドさん、ありがとうございました。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。また、お会いいたしましょう。皆さんもね、アグノム、エムリット、今何時？深夜2時だよ、深夜2時。この時間でも頑張ってる人いっぱいいるんじゃないか。まあ大変だと思うんですけども、皆さん頑張っていきましょう。そして、ポケモン GO YouTuber 界が少しでもね、こう盛り上がってくれることを祈って、この動画を終了したいと思います。それじゃあ、ありがとうございました。アディオス。